英雄ホールで未来のエネルギーに触れよう。これ買えるんでしょうか、レプリカ銃を。どうもごきげんよう、バイオショックインフィニット続きからやってまいります。さあエリザベスさんと一緒にパリへ向かいましょう。エントランスソルジャーズフィールド、まずはここに入るようですね。 Welcome to Soldiers Field。 よし行きましょう。バトルシップベイを出る。何やらわしがたくさんありますね。ソルジャーズフィールドウェルカムセンター、愉快な音楽と兵隊さん、この人君主っていうキャラクターだったと思います、踊っておりますね。 It's a small world を思い出します。さあ行きましょう。お、あれ発電機らしきものが。どうやって飛行船に行くの。とりあえず手で開けてみよう。手で開けてみよう。開くんですね。壊れてしまいました。よし、ゲート開ける。よいしょ。あー、手が痛々しいですね。お、ショック蒸気。電力会社で必要なし。ショック蒸気。電気の代わりってことらしいな。はあ、そうなの。電気の代わり。Who needs the power company? はあ、これビガーなんでしょうかね。これから、お、まだ黒方。これから手に入れて、電気を手から出すという感じなんでしょうか。さあ、行きます。お、ソルトマシン。会うのは2回目ですね。お久しぶりです。しかしメーターマックスなので、必要ないという感じですね。他にはもう何もないんでしょうか。よし行きましょう。 Welcome to Soldier's Field。 長押しで見る。ファーストレディーゴ、ファーストレディーゴ、あれに乗ってパリに行けるの。くっついてろよ、くっついてろよ。ブッカーでいい。なら、そうすればブッカー、ブッカー。こういう時ってちょっとぎこちないんですよね。ゴンドラに向かう。この辺りを回ってみる。この辺りを回ってみる。ここなら役に立つものが見つかりそうよ。そうですね。ちょっとじゃあ回ってみましょうか。綿飴はいらんかね。綿飴。Enjoy コットンキャンディ。Free today。今日は無料なんですね。お祭りで綿飴買うと結構値段しますよね。そして落書きを必死で。お嬢さん、綿飴だよ。美味しい綿飴だよ。おお、よかったですね。よし、さあ、いろいろ見ていきましょうか。立ち上がる時が来た。準備はいいか。立ち上がる時が来た。お、これはいいですね。こういう時、こういう時、こういう雰囲気というか、なんでしょうね。おお、カムストックと戦う時が来たという感じですね。さあ、メリーゴーランド乗れるかな。なんだ、回転木馬。ほう、この身長じゃないと乗れませんよって。結構高い、カムストックさんじゃない、ブッカーさんは結構高いので余裕ですよ。あー、昔これで背が低かったのでもう乗れずに、周りでこうお友達が乗ってるのを見ていたのを思い出しますね。今は余裕なんですけども。はあ、行きましょう。お、どうして私を探すことになったの。どうして私を。依頼主は君に会いたかったんだろうな。鍵開けのレッスンを受けたかったとか。なるほど、贅沢ですね。こんな街があること自体知らなかった。知らなかった。下の人もコロンビアのこと知ってるものと思ってたけど。まあ俺が流行遅れなだけかもしれん。誰しもがコロンビアを知ってるわけではないんですね。そしてここはギフトショップのようですが、兵隊さん、トイソルジャーズ、
して君主と愚か者。あ、これソングバードじゃないか。ちょっとあまりエリザベスさんには見せたくないトラウマキャラですね。しかしこうしてみるとこう家に一個欲しいなっていう感じもしますが。さあ、こんにちは。美しいだろ。美しいだろ。レバーアクションだが作動は滑らかだぜ。お、これを変えるんでしょうか。レプリカ銃を盗む盗む以外の選択肢は。元に戻してくれ。何度も言わせるな。素直に聞いとけよ。敵対する。そして天使がバットで殴りかかってくる。あー、仮装されてしまいました。しょうがない。こんな私は何もしていません。そもそもこんなことしなくてもこの人たちはきっと襲ってきていた、間違いない。あー、たくさん来ますね。さっきの黒人の方は。ミスタージュイチ、ご職業は。職業は俺は探偵でしたっけ。前はピンカートンで働いてた。ピンカートン、自慢できる経歴じゃないな。ピンカートン、労働者がストライキをやった時に事態の収拾に当たる人たちのこと。事態の収拾ね。ま、そんなところだ。そんなところだ。あ、結構大きな仕事もしているんですね。さあ、ファーストレディー、お、ここから乗るようですが、よし、向かっていきましょう。飛行船に行くにはあのゴンドラを呼ばないと。ゴンドラを呼ばないと。これで呼べるみたい。これですね。よし、レバーを引く。よいしょ。あれ、また壊れてしまった。ショックジョッキーがないとダメみたい。ショックジョッキー、そのようだな。どこで手に入るんだ。どこで手に入るんだ。英雄ホールで未来のエネルギーに触れよう。うん、渡りに船だな。ここにあるんですね、英雄ホールで。ショックジョッキーを。放送。急いでいきましょう。取り返しがつきません。予言者のために。うわ、誰も来ませんね。いるじゃないか。いるじゃないか。そっと行けば大丈夫。そっと行けば大丈夫。大丈夫大丈夫。あー、バレた。ちょっと新しい銃使ってみましょう。よいしょ。おー、ロケットじゃないか。そして外している。避難避難。よし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 。顔色が悪いよ。あ、ライフ受け取る。よし。お、さすがエリザベスさん。あ、そうだ、デビルズキスをどんどん使っていきたいと思いますよ。使う前に終わってしまった。しょうがない、ビガーの活用を忘れるな。了解です。よし、ではヒーロー、英雄ホールに行きましょうか。ここでいいのかな。ホールオブヒーローズ、ここですね。 This way 書いてあります。犠牲者に黙祷を捧げましょう。黙祷。放送はこの後も続きます。犠牲者。英雄ホールはただいま閉館中です。クローズド。道理で行列がないわけだ。犠牲者は私です。さあ、閉館中でも扉が開いてるのできっと入れるでしょう。よし、さあエリザベスさん行きましょう。ボタン押す。よし、ちょっと怪我してない方の手で押してほしいですね。痛々しい。ああ、なんだ、何が起きたの。エレベーターが止まってしまった。メンテナンス用の、あ、ないですね。これかな。こいつをなんとかしなくては。はい。お、カバーがかけられて、あ、ヒューズが出てきましたね。おお。だ、いや、蜂を、私苦手なの。叩き潰せばいいだろう。蜂か。ダメ、刺される。
刺される。いい考えがあるわ。お、うん、おい何してる、何してる、ティアを開けているの。なんだティア、あれなんだ。ティアよ、塔にいた時はよく開けていたわ。入れませんね。ティアって、ティアって窓みたいなものかしら。別の世界に繋がってるの。でも大抵はつまらないものしか見えない。こっちの世界とタオルの色が違うとか。でも時々すごいものが見える時があって、手に取れたりするの。ほら、なんてこった。バラですね。ちなみに飛行船なんかは手に入らないのか。それは無理。でもあそこに、あれ色が変わった。何かあるの。ああ、ダメ。ソングバード閉じろ。閉じるんだ。危ない。あ、このティアっていうのはどうにも信じられん。信じられん。何か。あんなものを使っていたらそれこそ士気が早まるぞ。役に立ちたいの。俺一人で何とかできる。信用しろ。信用しろ。じゃあ好きにして。はい。何かこう蜂がいたので蜂を元にこうティアを開けたという感じですね。うまく説明できませんが。あ、この人、この人、あのカムストックさんかと思っていたんですが、どうやらパトリオットさん、モーターパトリオット。カムストックは昼を曲げた。そして聖なる人間と共に見た霧の中に浮かぶエデンを。エデン、人間に偽証され天使に接吻されたエデンを。はい、プシュー。で、動力源はどうやら蒸気のようですね。それかエアーコンプレッサー、ショットガン、よし、ハンドガンでいきましょう。さあ、周りには、あ、自動販売機が壊されています。そしてピッキング、ロックピック2個目。おお、これはどうやって使うんでしょうね。どうも、エンプロイズオンリー、従業員だけ。錠前破りを頼む。ロックピックが必要。あ、ここでロックピックを使う。多分楽勝よ。あ、お願いします。お、鍵って開けるたんびに外れるんですね。早い、しかもプロですね。お、いきなり、ポゼッションで味方、よし、味方になりましたね。 OK で、あれ撃ってきますよ。なんでボックスフォンを取る。眼帯のおじさん、スルエット隊長。俺は40年間兵役を務め、兵役で異教徒を打ち果たしてきた。そんな俺でも特定の敵に憎しみを抱いたことはない。だがカムストックだけは別だ。奴は俺が戦った数々の戦争を陳腐な茶番劇に仕立て上げ、その中で白馬の騎士を気取っている。しかもそのことで抗議すると、奴は俺の階級を剥奪した。ひどい。戦争のむごたらしさなどっていうほども知らない軟弱な男だが、これからそれをたっぷりと味わわせてやる。もともとは、カムストックさんの仲間だったけど、こう待遇が良くなかったというか。カービン銃、長押し。お、かっこいい。こういう銃すごく好きです。おー、よし、これ持ってきましょう。そして5個のロックピックが必要。あ、そっか。じゃあまた取ったら戻ってきましょうか。あれ、ずっと仲間になっていますね。これ制限時間はないんですね。あら、ギアを見る。接近攻撃でのフィニッシュに成功しやすくなる。ギアを取る。はい、今つけてるのは確か、あの接近攻撃で回復するものだったので、それを使っていきましょう。カービン銃。私たち結構お金持ちよね。そうですね。まだあのビガーの強化もできませんが、なかなかのお金持ちです。さあ、ライフルなのできっとヘッドショット判定があると見て、これは、お、バッキングブロンコ来ましたね。ひょいっと上げてポイッと転がす。お馬さんの、お、キャップがお馬さん。
と宙に浮かせることができます。長押しでトラップ、お、これは便利そうだ。はい、これビガーのお薬って副作用としてこう皮がただれていくというか、思い知らせてやるのだ、知らせてやるのだ。大丈夫ですか。十分に承知している。しかし実際のところはどうか、はっきり言おう。コーネリアス・スレートは英雄などではない。スレート、さっきのフィンクトンで現地の労働者と変わらぬ生活を送っているのだ。スレートの思うままにさせれば、コロンビアは黒人とアイルランド人どもによって支配されるだろう。ああ、スレートさんはボックスポピュラーに奴らに奪われてもいいのか。強い。めちゃくちゃ強いじゃないか。先手必勝です。よしよし、ちょっと機会がありますね。あれをポゼッション、ポゼッションで仲間にして、よしお願いします。で、遠くにいる敵を倒す。左、ちょよし、強い、この銃強い。そしていい音、どこどこいた、よし、クロー。よし、これ使っていきましょう。これ強そうなので、よいしょ、おー、外した。あと7発しかない。クローさん、うん、クローさん普通に出てくるようになってしまった。いつ見てもかっこいいですけど、早い、動きが早い。どこだ、いた、よし、当たった。クローさん、よし、回復して、はい、たくさんいますね。お、終わりましたか。ああ、やっぱり今度いざこざがあったら君のティアってやつを使ってみよう。ティア、近くにティアがあったらやってみるわ。何もないところからは作れないの。ティアがあったらやってみるわ。どういうことなんでしょうね。お、 RPG の弾薬。スレートだ。誰なの。はちょっとした知り合いだ。未だに敵を作るのが得意みたいだな。あ、この人の話、知り合いなんですね。歴戦の戦士という感じですけども。さあ、ホールオブヒーローズ、ここですね。ここから行けば、ショックジョッカーでしたっけが手に入るということで、よし。英雄ホールに行くゴンダラが使えなくなってる。使えなくなってる。スレートとかいう男と関係あるの。ああ、上のスカイラインを使おう。まずはあの貨物をどかすんだ。貨物をどかすんだ。はい。ではレバーを引いて、よいしょ。なんだか楽しくなってきたわ。おお、スカイラインのフックですね、これは。お前は目がいい。近くで弾薬を探してくれないか。何かの際に役立つだろう。大変そうだけど、やってみるわ。お願いします。ということで、今回はこの辺で区切らせていただきたいと思います。お、ラインを使えるわ。よし、では次回スカイラインに乗って、進んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければ次回も見てくださいね。お疲れ様です。